琉球電力公社とは、米国民政府不礼に基づく公社で、沖縄電力株式会社の前身の組織である。1950年代の僕、港火力発電所従来は、民間、米軍ともに、発電機を利用して細々と電気の需要を、賄っていた。この状況を打開すべく、米軍は、浦添村、牧港に、僕港火力発電所を建設することになった。 これにより、米軍の需要はすべて満たされることになり、余剰の電力を民間にも供給することになった。1954年に、米国民政府は、僕港火力発電所から発電した電力を供給する機関として、琉球電力公社を設立し、発電と送電業務を担当することになった。なお、配電業務は、民営の配電会社が行うことになっていた。 その後急速に電力需要が高まったため、アメリカ製の発電線を導入し、急場をしのぐ一方、新しい発電所の建設を進めた。そして1965年に、念願の金火力発電所が完成した。これを機に、これまで米軍に委託していた電力系統の管理を全面的に担うことになった。 1972年5月15日の日本復帰に伴い解散し、日本政府及び沖縄県出資による特殊法人の沖縄電力株式会社に引き継がれた。ジャコナゴーインダクタンス号とインピーダンス号、琉球電力公社の他にも電気事業を行う中小規模の電気事業者が数多く存在した。ありがとうございます。